そろそろ梅雨の季節だな。今月もオス翔平です。雨ばっかりでね、憂鬱だなと思ってるそこのお前、雨の潤う6月の緑は最高に綺麗だ。ちょっと見方を変えて、せっかくの季節を楽しもうじゃありませんか。さあ今すぐ外に出て、緑なんか忘れてゲームだ、ついてこい。よし、よし、今日も始めますよ。さあ、昔に比べると薄くなりましたよ、ミッションシートも。今月もご苦労様です、翔平兄貴。どうも。実はゲームキャンプ、今回でなんと10回目だということですね。素晴らしいですわ、皆さんありがとうございます。記念すべき回を祝し、また兄貴の奮闘に感謝し、我々スタッフからお礼を送らさせていただきます。何でしょうかね。ロックマン野々原じゃないか。元気だった？え、何今回これお礼があるということで、うん、おめでとう兄貴ちょっと噛んでんじゃねえかよいやいや、ありがとうございます。皆さん本当にスタッフの皆様と、そしてこれをね見てくださっている皆様方にも感謝したいと思います。ありがとうございます。さあクラッカーはさておき、目指せ100回ゲームキャンプ、キャンプ、キャンプ、キャンプ。火薬、くっさ、絵本のようだ。ほんとおとぎ話風に始まるんですね。ゾンビが出てきましたね。うん、ゾンビが出たところで終わりましたよ。あ、始まりましたね。うわ、お店の壁なくなっちゃいましたよ。すごい爽快感があるけど緊張感が非常にありますね。火炎放射です。全員行っちゃいましょう。うわわわ、怖い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 、危ない危ない危ない、なんか投げてくるからさ。うわ、これ日本の古き良き原風景が崩れている過程を見ているような、このなんとめだね、気持ちがいいですよ。でもまず家をガンガン打ってですね。うわ、すごいすごいすごい、ほらほら、ボロボロですよ。え、どこまでやったらクリアなんだ。危ない危ない危ない、おー、すごい、ここに来たよ。アイテムが、危ない危ない危ない、わっ、やばいやばい、すっごい、手裏剣が、わっ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 、危ない、ちょっと待って、これちょっと難しいかもしれないです。前に出てきたら火炎放射だよね。これがなんか気持ちがいいよ。本当これ久しぶりに会話がなくなるゲームかもしれませんね。喋る隙間がありません。うわー、これなんだ、なにこれ。お、74% まで来ました。 100% まで来たら、ちょっと待ってください、喋るのやめましょうか。今これ大切なとこですから。あと少しですよ皆さん。家とか撃ってる場合じゃないんだよこれ。なんか敵がすごい出てきて、あ、あ、やばいやばい、まずいまずいまずい、
危ない危ない危ない、手裏剣がですね、すごい臨場感って迫ってくるような感じですね。危ない危ない、お、もうそろそろいいんじゃないですかこれ。もう今 90%、 あと少しですね。いきますよ、ここで倒れるわけにはいきませんよ。さあもうすぐです、もうすぐですよ。危ない危ない危ない、ちょっと待て、やった！無音のままステージクリアという前代未聞のゲームキャップになりましたけれどもね、喋ってる余裕がありませんでしたね。いやー、さすがです兄貴。ちなみにこのゲーム、スペインのゲーム会社が開発を手掛けています。すごいですね。どうですか？スペインらしさが感じられましたか？え？いや完全に和風でしょ。全くスペインらしさ出てませんでしたけど、まあいいでしょう。これみんなが楽しめるゲームということでね。さあスペインに届いてくれ、ゲームキャンプ。さてスポーツいきますよ。3ホール今からやりたいと思います。あ、実は俺最近ですねゴルフにちょっとハマってまして、これはでも得意分野かもしれませんね。なるほど、これで視点を変えて、惜しい。もう一度やりましょう。一発で決めますからね。うっ、あれを計算するのか、右にコンっていっちゃうやつを。これ簡単かと思ったらちょっと難しいかもしれない。ちょっとこのぐらいにしといて、あ、こいつまだ本当に腹立つんだけど。あ、これいったな、いったいった、惜しい。今ので強度が、強さがあれば、これでも決めます。これでいけるかな。ギリギリ抜けてくれ。もう。じゃあ今から4ホールやりたいと思います。これでいくんじゃない。入った、ミラクルショットが出ましたね。俺2打目が得意だな。やっぱり3ホールでしょ。これはちょっとコツをつかみかけたから、これ一発でいきますから。あ、危ない、かすめるかな、これ入った、よっしゃー、やりました。俺の計算通り、やっぱゴルフ上手い人間は違うよ。いやー、達成感が非常にあります。さすがです兄貴、こうなったらもう石川遼君もパターできっちり締めてやりましょう。このゲームだったら俺は石川遼君勝てる、それぐらい自信があります。さあ心も体もホールインワン、やりました、ゲームキャーッ。
はい、始まりました。フレンジ海岸。おお、まさか。え、おお、そういうこと。俺の好きな弱肉強食パターンですか。ちょっと待って待って待って、やっとこれ食べれんだよこいつらね。自分よりちっちゃいやつを食べれて、自分よりでっかいやつに食べられちゃいけないっていうことですね。でもすっごく難しいんですよこれ。ちょっと不思議なゲームですね。あ、ちっさにいっぱいった。危ない危ない。あ、ちょっとこれさ、なんか急加速するんだよね。急にガーンと落ちちゃって危ない危ない。これちょっと待って、必殺の持ち方していいですか。ほら、非常に難しい。あ、あ、食べちゃった。ちっちゃい緑のやつが猛烈に危険生物ですね。今までにない食いっぷり、いい感じです。お、いいですね。危ない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 。あ、あそこから来るか。これ結構面白いですこのゲーム。ああ、ナイスナイス、逃げ。うわ、あ、すごく難しいです。ナイスプレーじゃない今俺。オッケー、お、でかくなったんじゃない。ちょっと、あ、おお、でかくなった。シャツでかくなりましたよ。え、マグロ、ゴー、マグロ食ってる。食い放題じゃんこれ。来ました、弱肉強食ゲーム誕生です。まだこれサメにあったら多分ダメだな。マグロ食い、あれ。おっと、翔也兄貴乗ってますよ。うわ、めっちゃでけえ、めっちゃでかい。これサメ食べれるかな。いやー、食べた。サメ食った。めちゃめちゃ面白いこのゲーム。サメ来て、ほら、サメ丸飲みだから。サメ食いしますよ。おっしゃ、え、もうこれ食い、おっしゃ、うわ、でっか、気持ち、おっし、ちっちゃい食べてるのが寂しい。サメ食いだよ。お、あ、逃げた。俺に怯えてるやつは。おっとおっと、パクになった。今度武者パク、やった、クリアしました。めちゃめちゃ面白いですね。さあ、見事クリアいたしました。さすがです、兄貴。最近いつもこのこと多いよね。今回はサメを食べて食物連鎖の頂点に立ってもらったわけです。うん、その通りだね。サメといえば兄貴の永遠のライバルですね。そうなんですよね。南アフリカで会いましたよ、ホオジロザメに。そして石垣島でタイガーシャークを捕まえましたけどね。さあ、今年こそはリアルに頭から食ってやってください。じゃんじゃん食っていきたいと思います。ゲーム、カーン。
校も頑張りました。皆さん見ていただけましたか、僕の奮闘ぶりを。パワー使い果たしました。また来たのかお前。2回記念ということで、うん、10円まんじゅう100個です。くだらねえ。お、いけるじゃない、柏餅に似てんね。さあ今日もゲームやってきましたけれどもね、中でもねフィーディングフレンジー面白かったですね。単純なんだよね、シャチが大きくなっていく、なんか食物連鎖、そして弱肉強食というもの、俺が一番なんかよく口に公言してることがねゲームになる、これ一番面白かったですね。みんな100回1000回、いや1億回目指してこれからもキャンプしてやるからな。それじゃ収まんないぞ、地球最後の日までゲームキャー。